アドバンストテクノロジーアタッチメントはパーソナルコンピュータとハードディスク間のインターフェースの一つである。1989年に制定され、1990年代に主流となっていた。本節での容量の単位は一般的な1024をキロとしているので1 0 0をキロとする HDD メーカーと異なることに注意されたい。PC-AT のハードディスクインターフェースは 当初 ST-506、ついで ST-506 を高速化した SD やスカジー等が使用されていたが、次第に ST-506 をインテリジェント化した1986年にコンパクトコナペリフェラルが開発した IDE が大勢を占めるようになった。その後、各社独自の拡張が行われ、互換性に問題が出てきたため、年に各 HDD メーカーが共通仕様である ATA を制定し1994年に ANSI で ATA-1 として規格化された。IDE HDD には 504MB を超える容量が認識されないという問題があった。これは 504MB の壁と言われ1993年頃までに発売された PC ではこの問題がある。 HDD 側のパラメータと PC、AT の BIOS のパラメータのミスマッチに起因する。ただし、504MB の壁は、あくまで IDEHDD と PC の BIOS の組み合わせにより生じる問題であり、HDD 側ではもっと大きな容量のアドレッシングが可能である。すなわち、一般には、504MB を境に、A で HDD と IDEHDD が分かれると、 思われている場合があるが、実は HDD 側にはそのような区別はない。A でとは一般に IDHDD e の5 0 4イトの壁を超えるための規格として認識されているが、実際は以下のような様々な拡張規格の総称である。ウェスタンデジタルが提唱した。5 0 4イトの壁は BIOS の CHS を IDE の CHS に直結させていることが原因なので途中でうまく変換してやることにより回避できる。その手段としてエ l ビ i と CHS トランスレーションが導入された。なおエ l ビ i は HDD 側で CHS レジスタを読み替えることで実現されておりアドレッシング可能な範囲はほとんど変わっていない。すなわち HDD 側では エルビに対応することで特に容量上限を増やせるわけではない。ATA パケットインターフェースの略。HDD などのヒアタピーの ATA デバイスでの通信のデータに相当する部分にスカジーと同等のパケット形式のコマンドを発行することにより ATA コマンドより多くのコマンド種が必要な CD r o m のような HDD 以外のデバイスの接続を可能とした企画。 一般には CD-ROM 等をサポートした IDE として認識されている。当初 SKK-8020 という規格だったが ATA Atapi-4 で ATA 規格に統合された。従来の2 8ットエ l b を4 8ビットに拡張し128ペビバイトまでの容量を扱えるようにした規格。ATA a t a p 6で採用された。 ビッグドライブはマックスとアシャが発表した ATA の拡張規格に付けた名前で ATA 規格では48ビットルバと呼ばれる HDD をリセットした直後は従来モードで動作しホストよりコマンドで48ビットルバモードに切り替える切り替えた後はアドレスレジスタの意味が代わりに度書き込むことで一つのアドレスと解釈されるようになる この規格に対応した HDD を未対応の機器および OS に接続すると切り替えが発生しないため 128GIB のドライブとして動作する。規格上、従来の28ビットルバのパラレル ATA コントローラーでも48ビットルバは使えるように考慮されているため動作するオペレーティングシステム並びにデバイスドライバが対応していれば全領域利用可能である。 ただし、ブートデバイスとして利用する場合には、BIOS 側が対応する必要があり、非対応の場合は、ブートストラップローダーに加工するか、起動に必要なシステム、データが、BIOS が管理できる領域に入っている必要がある。ATA、アタピーの規格概要を以下に示す。シリアル ATA が登場して、以降、旧来のパラレル通信を行う ATA 規格を区別する。 レトロニムであり、正規の企画名称ではない。しかし本説及び、本説の仮想説では、過読性向上の便利を図るため、シリアル ATA 登場以前の企画を含めて、パラレル ATA と表記する。シリアル ATA 登場以前の企画は単に ATA と称されていたが、それらをここでは、パラレル ATA と記述していることに留意が必要。マザーボード上にある、 パラレル ATA の接続端子パラレル ATA では、ケーブル1本あたり、最大2台の機器が接続可能である。リセット時などに、マスター側の機器が、スレーブ側の機器を制御するタイミングがあるが、基本的にはホストから独立して制御できる。上、40新パラレル ATA ケーブル下、80新パラレル ATA、ケーブルパラレル ATA は、規格制定当初40新。 ウルトラドマ66以降は80新40ピンコネクターのフラットケーブルを用いて接続し、ケーブル長は最大18インチと規定されている。80新フラットケーブルを用いたものであっても、コネクタのコンタクトの数は従前同様40である。80新ケーブル80新ケーブルは、信号線とグラウンド線を交互に配置し、40新ケーブルの伝送特性を改良したもので、 ある。使われるコネクタには GND 信号が偶数ピンまたは奇数ピンに割り当てられる2つの仕様があり、それぞれコネクタに刻印されている AtGND または EvenGND の文字列で区別することができる。多くの市販ケーブルや製品として PC に組み込まれているコネクタは AtGND のものである。柔軟な配線取り回しや 筐体内の気流改善を目的として使われるスマートケーブルはシールド付き40新ケーブルを使うためウルトラドマ66対応を謳うものであっても80新フラットケーブルの特性を保持できないことがあり障害の原因になることがある80新ケーブルではケーブル部は全てフラットケーブルであり40新ケーブルの一部に見られたリボンケーブルを用いたものは リボンケーブル用80新コネクタが製造されなかったことからケーブルアセンブリーとしても製造されていない。コネクタには色分けがあり、デバイス側から見た場合、全40ピンのコンタクトにおいて下記の違いがある。なお、20ピンは逆座し防止のためのピンであり、埋められていたり、接点がないこともある。ケーブルセレクト80芯ケーブルにはケーブルへの接続位置で、 マスタースレイブを設定するケーブルセレクトという機能が実装されている。ケーブルセレクト対応の40新ケーブルは実装手法が2種類あり、80新ケーブル同様にスレイブデバイス用のコネクタから28ピンコンタクトを除去する方法とフラットケーブルの途中でライン28を切断手法があった。28ピンコンタクトを除去する方法は80。 新ケーブル登場以降そのコネクタを流用したものであり、40新ケーブルが主流であった頃の実装は、ケーブルのライン28を切断加工する方法がほとんどであった。このため残存する40新ケーブルが、ケーブルセレクト対応であるか否かを判別する方法に、ケーブル外観から切断部分を見つける方法が紹介される場合があるが、確実な判別方法ではない。 また、後者のケーブルセレクト対応40新ケーブルの場合、80新ケーブルと異なり、デバイス側ケーブル端がスレーブとなるので機器接続の際には注意が必要である。パラレル ATA はその長い歴史を反映して、数々の転送モードが存在する。PIO 転送モード PIO 転送モードは、CPU が直接 IDE コントローラー I、O ポートを経由して、 データの送受信を行う。5種類のモードが存在するが、基準となる、クロック周波数が異なるだけである。すべての ATA 機器は、機器転送速度、転送モードのネゴシエートのため、PIO モード例をサポートする。今日でも、速度を必要としない機器はこのモードのみをサポートする。シングルワードドマ転送モードシングルワードドマモードは、IBM PC 本体に搭載されていた8ビットの、 ドマ転送が可能なドマコントローラーを用いて転送を行うことを想定したモードである。これは ATA a t a p 3規格において廃止されている。マルティワードドマ転送モードマルティワードドマモードは PCAT で拡張された16ビットのドマ転送が可能なドマコントローラーを用いて転送を行うことを想定したモードである。ハードディスクでは ウルトラドマ規格過去はあまり使用されていないが、光ディスクドライブでは前述したアタピーの転送モードとして用いられることが多い。ウルトラドマ転送モードウルトラドマ転送モードは ATA、アタピーマイナス4以降で追加されたチップセットやウイデコントローラーカードに搭載された専用の高速なドマコントローラーを使用して転送を行うモード。転送時のデータに CRC を付加し、 信頼性を向上させている。ドマ6において 32bit33MHz の PCI と同じ最大133アンバイツセックでの転送が可能となっているが、これはあくまでもバスの転送帯域である。HDD に搭載されているキャッシュメモリからのデータを転送するときにのみ、額面通りの性能が発揮できるが、ほとんどの場合は、 ハードディスクの読み出し速度が追従できない。また、スカジーでは普通に用いられている、コマンド投入からデータ転送開始までの間、バスの開放を行い、バスの使用効率を上げる仕組みは、ATA、a t a マイナス6以降で規格化されているものの、実装されている機器はほとんど存在しないため、複数デバイスがある場合のスループとは、数値から期待されるほどは高くないのが普通。 ありがとうございます。